はい、皆さんこんにちは。建築技論の、建築エコノミスト森山隆です。今日はですね、先日以来ずっと続いているコロナ感染どうすればいいのシリーズ、ここについてちょっと今日はまとめてみようと、そういう企画になってます。今日もですね、関係2次の山田さんとコロナウイルス対策どんなことをしていけばいいのかっていう、今日はちょっとですね、おさらいも含めてまとめやってみたいと思います。感染の経路としては3つありまして、接触感染、直接こう触ることによっての感染と、あと飛沫感染、これは咳とか唾によって他の方の体内に入る飛沫感染と空気感染、この3つが感染の経路としてはあるかなと。はい、でもこの接触感染っていうのは、はい、お店とかいろんなところではこう触ったとこちゃんとアルコールで拭いたりとか、はい、結構皆さん努力してらっしゃいますよね。そうですね、飛沫感染に関しても、アクリル板だとか、マスクだとかすることによってかなり今皆さん防御されてるかなというふうに思いますが、3つ目の空気感染、これに関してはどうもまだ皆さんピンときてないというか、防御が甘い状況が起こっているような気はしています。そうですね、飛沫感染はあるのないの、あるのないのって言ってますけど、やっぱ明らかに飛沫感染を超えたところまで空気がこう飛んでいって、空気中に浮かん、多分ウイルスが雲のようになってるだろうと、それをやっぱり吸ったりとかしてるという可能性があると、で今も空気感染の議論っていうのがあって、どうも僕見てると空気感染じゃないっていうまだ医学系の学者の方もおられたり、やっぱり空気感染だったよって今になってそういう声も上がってきたりしてて、これ僕調べると、飛沫感染と空気感染ってどうもね、ウイルスっていうかこの粒の大きさっていうことみたいですよ。だから椿とか咳とかに混じる水滴状のものっていうのは重いし、粒も大きいから下に落ちていくと。でもそういう水滴にならなくても飛んでくるような細かいもっと小さなウイルスが空気感染なんだと、代表的なのが、かつて不治の病と言われた結核なんか、水疱瘡とかもそうですけど、ウイルスそのものが単体で空気中にあっても不活化しない、活性を失わないタイプのウイルスの場合は空気にずっと漂って感染力があると。でも一般的にはこのコロナウイルスっていうのはインフルエンザもそうですけど、その空気中にウイルスだけが投げ出されるとすぐにこうね不活化するって言われてたんですけど、どうもそうなってないと。だからそれはやっぱりその水蒸気状っていうんですかね、ちょうど雲のような状態でふわふわと空気中にコロナウイルスがあるんだから、じゃあそれ漂ってるってことは空気感染ということじゃないのと。その漂ってる菌を呼吸で吸ってしまうってことですね。はい、それまでのこだわりですよ、なんか結核とか水疱瘡みたいに空気中で不活化しないウイルスだけが空気感染と呼ぶと、そうじゃない飛沫、水滴にくるまれた状態の、ウイルスの状態は空気感染と呼ばないっていう、この仕分けが良くないってことじゃないですか。そうですね、だから空中にあって直接吸ってしまう可能性があるものは、あくまで空気感染なんだという解釈で対策を進める必要があるんじゃないかと。ですね、それをやらなざるを得ないという状況。だから敵の姿をきちんとフォーカスできてないから、それに対する対策が打てないっていう、そういうことですよね。一応法律上、換気量っていうのは、前からですね定められていまして、窓が基本的に窓があって窓を開けて換気が確保できているものに関しては、特に機械的に換気をする必要っていうのはもともと必要なかったんですけども、例えば窓が、開かないようなオフィスだとかそういうところに関しては1人当たり20リューベーパーアワーという換気量が法律で定められています。で、今国が指針で出している1人当たり30リューベーパーアワーという基準が、ビル管理法という法律で、それも昔から、法律で定められている換気量がありまして、これはあくまでも1人当たりの換気量があります。
で、最近近年ですね、シックハウス法っていうのが定められまして、これは逆に部屋の体積に対して1時間あたりにこれだけ空気を入れ替えなさいっていう基準がシックハウス法という法律で定められたんですが、これは1時間あたり 0.5 回、要は2時間に1回空気を入れ替えてくださいっていう法律がシックハウス法の、はい、法律的には今この2つしかない状況ですね。一番まあ重要な対策っていうのはやはり換気だろうということを、まあ、山田さんと一緒にいろいろ研究したりいろいろしてるわけですけど、実際に山田さんのこの換気がどれぐらいあればどうなるっていう話については、はい、我々はある資料をもとにしてるんですよ ね、 このグラフはですね、換気によって全体の菌やウイルスの数がどんだけ減ることができるかと、で減った時に感染率はどうなるかっていう、そういうグラフで言ってみればですね、換気の効果をズバーンとこうね示しているグラフなんです。菌の数が 90% 減るためには何回の換気だよと、 99% だと何回の換気だよっていう数字がこうはっきり書いてあるというね、とっても分かりやすく便利な実はグラフなんです。この表を見ると 99% 菌を除去するのに、はい、大体55分、はい、で換気回数に言いますと、はい、大体1時間あたり5回換気、はい、で 99.9% もうほぼ 100% ですね、はい、これ菌を除去するのに必要な換気回数が1時間あたり7回、はい、これは一つ大きい目安になるのかなというふうに思います。だからこの1時間あたり7回部屋の空気が全部入れ替わってくれるよっていう状態を作りさえすれば、はい、ある程度のこの空気感染に関わるようなまあ、ウイルスの数をほとんど減らすことができて、はい、同じこう換気なしでいるよりはこの感染する確率をグッて下げることができるってことですよね。そうですね。これちょっと難しい言い方で言うと、我々が菌やウイルスにこう触れてしまう、 これを暴露量って言うんですけど、暴露量を減らすと、とにかく吸ってしまう菌の数を減らす、言ってみれば畑にまく種の数を減らすと。やっぱり種でも全部が発芽するわけじゃないし、それが量が多ければ多いほどいろんなところにこう草が生えてもしまうように、どうしても感染してしまう多細胞が増えると、それによって例えば人体の反応が激しく免疫反応が起きて炎症になるとかっていうことと関係あるからです。普通の飲食店さんっていうのは、はい、ほぼほぼ大丈夫なんじゃないですか。そうですね、飲食店さんで、まあ、大体こう料理をするために、はい、換気設備が入ってると思うんですけども、はい、あそこに入ってる換気扇っていうのはかなりハイパワーな換気扇が通常入ってますので、はい、あの換気扇の風量であれば、はい、この5回以上っていうのは通常ほぼ全ての店でクリアできてるんではないかなというふうには思ってます。はい、きちんと感染抑制できるお店は随分いっぱいあって、はいはい、それさえちゃんとやればみんなお店開いていいじゃないっていう、そういう結論ですよね。そうですね。当然その先ほど言った直接感染、飛沫感染、ここの予防っていうのは非常にまず大事で、ここをまずきちっとやった上で空気感染を防ぐために我々が言うその換気設備、換気量がきちっと確保されているであれば、まあ、お店としてはそのクラスター発生するリスクというのはかなり減らせてるんではないかなと。大事なのは空気の流れ、はい、よどみがないこと、はい、ということでしたよね。そうです、はい、だからこれは回転 OK じゃないでしょうか。それをきちんと皆さんね見定めて、あ、なるほどと、これで感染の確率が下がってるなっていう、そういうお店をどん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 これはね政策として認定していくべきじゃないでしょうか。